健二さん。本日参議院議員に立候補してます中西さんも来てます。先生よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。11回目のみこしコラボ、このように盛大に開催をされました。皆さんのご参加に心から感謝を申し上げ、大いに盛り上げていただきますようよろしくお願いを申し上げます。また今ご紹介にありましたように、参議院選挙を今行われている最中でございますが、経済がいよいよ危ない心配な状況になってきました。景気経済良くならなければ社会保障も安定しません。この政権そのものが安定した状況を作り出すために、一人でも多くの自民党の議員を作りたいということで、中西健二さんと言いますが、今挑戦をしております。今現在は無所属です。当選して自民党に入ります。そしてこの国際金融については、JP モルガンの副社長までやってきて、大変造詣の深い人でありまして、麻生さんも安倍さんも大変期待をしている、そんな中西にお力をいただきますようお願いを申し上げたいと思います。それでは一言ご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。参議院議員候補の中西健二です。無所属自民党推薦で今チャレンジしているところであります。私は研究経済を元気にさせて、そして横浜、神奈川、日本を元気にさせる、そうしたことでずっとやっていきたいと考えております。今選挙区の事情でいきますと、私はなんか当落線上ギリギリのところにいるみたいでございます。そこで神輿を担ぐのが上手な皆さんにお願いです。ぜひ中西健二を少し押し上げていただきたいと思います。どうか皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日は一日楽しみにしております。そして皆さん楽しんでいってください。どうもありがとうございます。じゃあ、松本健先生、原宗介さん、